誰一人生存者のいない大火災。助かるはずのない子供といるはずのない生存者を見つけた男。どちらが奇跡だったかといえば、お前はただエミア切り継ぐに憧れた。あの男のお前を助けた顔があまりにも幸せそうだったから、自分もそうなりたいと思っただけ。それがお前の源泉だ。だが最後に奴はお前に呪いを残した。お前はあの時正義の味方にならなくてはいけなくなった。お前の理想はただの借り物だ。エミア切り継ぐという男が取りこぼした理想、エミア切り継ぐが正しいと信じたものを真似ているに過ぎない。少年、ヒーロー気取りか。でっけえ、ね、諦めた方がいいね。君はヒーローになれる。僕もなれるかな。今助けるから。逃げるんだ。石ころが。俺が一番分かってるんだ。自分が弱いってことはちゃんと分かってるんだ。おいおい、どうしたで、来いよ。よくやった、ナイスファイト。あ、ちょっと待ってろ。来い、来てみろ偽物ども。